こんばんは。やっぱコンサートね、めちゃくちゃ寂しいですね。コンサート楽しすぎます。こんばんは。お疲れです。ひらりんさんありがとう10個。こちらこそありがとうございます。爪がねだいぶ伸びてきまして、ネイルしてから。けんけんさんお疲れ10個ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、まあなんと実家に帰ってきていると。そういう感じでございます。どんだけ東京と長野行ったり来たりすんねんって感じなんですけど。こんばんは。ちょっとね、成人式の前撮りがちょうどね愛媛に行ってて忙しくてできなかったので、後撮りをね今日してまいりました。なので今髪の毛がいい感じなんですね。かわいい。あと今日はね、まあ、なんかいつもは自分でメイクするんですけど、今日はしてもらったのでいつもとまた違って華やかなメイクです。いやラメが綺麗だね、このほら光の反射が。こういうメイクができるようになりたいでござるな。上手、メイクさんさすが。こんばんは。エイトコン2日とも行きました。ありがとうございますこんばんは。まあなので昨日おとといコンサートで、今日はね朝から後撮りだったのでね、眼線眠いと、そういった感じでございます。だから夜ご飯食べた後からなんかとんでもなく眠いんですよね。お目々を開けてるのが辛いぐらいには眠い。こんばんは。両日すごく両方超楽しかった。ありがとうございます。初見です。初見さんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日の髪型めちゃいいよ。ありがとう。いやもう二度と再現できない。自分でこの髪の毛できないんですよね。難しい。こんばんは。黒の振り袖似合ってた。ありがとう。失礼、あくびが止まりません。こんばんは。今日早く寝ます。日に日にイケメンになってる。お、嬉しい。まあ顔がシュッとしてる方がイケメンですからね、きっと。今日はなんか多分眉毛がちょっとキリッとしてるからイケメンなのかも。キリッキリッとめでございます。こんばんは。いやでも昨日面白かったな。とても良かったですね。楽しかった。なんか今回のコンサートほんといつも以上にリハめちゃくちゃやって、なんかすごい練習したんですよ。だからなんだろう、いつも以上に自信を持ってというか、余裕を持ってパフォーマンスできたのが面白かったかな。最高でした。そうだ、おすすめコメントをお正月企画チャレンジずっとつけたまんまだ。外しとかないともうお正月終わりましたね。髪の毛かわいい、すごいうねうねだ。絶対自分で作れないんだけど、むずっ。眠いね。でも後取り面白かったな。なんか地元の成人式で着た紫の、お母さんから譲ってもらった振袖と、写真スタジオで借りた赤のなんかめっちゃ王道っていう振袖とっていう風に撮ってもらったので、だから今年結局振袖3着着ました。計4回3着着ましたね。そんなに着させてもらえて嬉しい。こんばんは。 AKB 成人式と地元の成人式と後取りで2回振袖でいっぱい来ました。20歳って感じ。でもなんか普通にまた自分で撮りたいな。なんかそのなんだろう、仕事の生写真撮影とかじゃなくて、普通に写真館にさ自分でお金を払って撮ってもらうのいいなと思ったら、自分の撮りたいように撮ってもらえるし、やりたいですね。またこんばんは。まあ今日撮ったやつはまた載せると思います、どっかに。でも今日なんかエメラルドグリーンみたいな、青緑みたいな色と赤と白、あ、緑か、白と黄緑のやつの3着でどれにしようか迷ったんだけど、一番赤がね似合ってたので赤にしました。しけんさんこんばんは。こんばんは。でもね、濃い色が似合うっぽくて、顔的にそう濃い色の方がね顔色がよく見えるので、まあ似合う色は濃い色なんだろうなと思いました。2日間お疲れ様でした。ありがとうございます。でもあっという間だったな、2日間。2日間あっという間でした。めっちゃ楽しかった。会場、初めての会場だったんですけど、私今回パシフィコ横浜のホールはなんかめちゃくちゃいい綺麗なところで、また立ちたいなって思いました。素敵なステージに、横に広い、縦よりは横に広いから、なんだろう、どうなんだろう、見やすかったのかな、どうなのか分かんないですけど、めっちゃ後ろの方よりはさ、左右に広がってた方が直線距離的には遠くなりにくいから見やすいのかなと個人的には思ったんですけど、どうなのか分かんないですけど、予想ですけど、今予想で喋っています。でも横に広い方が見やすいのかなと思ったりしました。国立大ホール座りやすかった。ああ、いいですね。椅子はなんかすごい素敵な椅子でしたよね。座り心地の良さそうな楽しそうなお姿をたくさん見れました。ありがとうございます。むっちゃ楽しかったです。こんばんは。昨日コンサートで生写真当たりました。お、ありがとうございます。すごい、わざわざ報告しに見に来てくださったんですか。優しい。ありがとうございます。優しい方がおる。こんばんは。大きなモニターに映し出される姿もかっこよかったよ。そう、モニターがあるっていうのがめちゃくちゃ良かったですね。本当にモニターあると見やすさ全然違くないですか。さやたちもモニターがあるとちょっとテンション上がります。うわ、モニターがあるって。結構豪華ですよね、今回セットが。でもなんか8の車のパネルが今回からさ、もうトヨタさんのさサポートじゃなくなって、そう、コンサートに車がなくなっちゃったからちょっと寂しかったね。ちょぴっと寂しい気持ちになりました。キャパが近いから TDC が今まで遊んだ。あ、同じぐらいなんだ。え、今回のキャパってどれぐらいなんですか、国立大ホールって。そういえば知らないんですけど、キャパどれぐらいだったんだろう。あそこ結構大きいですよね。こんばんは。2階の上の方まで手を振ってくれて嬉しかった。そう、基本的には2階の人をいっぱい見るようにしてましたね。そう、やっぱ2階置いてきぼりになっちゃうじゃんね、どうしても。目線が上の方だから、だから置いてきぼりにならないように結構意識して上をずっと見たり、上に向かってパフォーマンスしてました。私のユニットはスイカベイビーセンターの大島優子さん補助をやらせていただきました。歌い出しでございます。田舎道ぽつんと屋根のあるバス停。楽しかったです。生誕申し込みました。ありがとうございます。そう、1月20日に私チーム4でさせていただきます。生誕祭ぜひお待ちしてます。昨日もおとといも1階の上手側だったけど、うちは見つけてくれた？わかんない。見つけたかどうかわかんないけど、うちは昨日いっぱい見つけましたよ。レスが来たと感じたなら見つけたということだと思います。でもいっぱい見つけたから多分1階だったら絶対見つけてると思うけどね。こんばんは。楽しかったです。ありがとうございます。夕飯の時は3階だったけど天空席だった。3階はそんなに天空じゃなくない？なんだろう、会場もそんな、なんだろう、後ろに遠い会場じゃなかったから。なんかもっとドームとかだったら本当に上の方とかいったらもう会場の空気吸いに来ただけですみたいな天空になりそうだけど全然国立大ホールくらいの3階だったら全然って感じはするけどね。まあでもちょっと遠いのは寂しいよね。念願のチーム4での生誕。でもチーム4で前回も去年も生誕祭させてもらってるので念願という感じではないですね。そう、でも久しぶりの鉄根公園で全然覚えてないから、ちょっと本気で思い出ししないとめっちゃ不安。めっちゃ練習します。鬼の練習します。20日でしょ、月曜から木曜日だから、月火水めっちゃ練習しようと思ってます。レッスン場空いてるかな。昨日は1階の後ろの方でした。サリメージ最高でした。ありがとうございます。スマホ買い替えたらどんくらいでなれる？わかんない。もう随分この携帯3年か4年ぐらい使ってるんで、ちょっと買い替えたのが随分前なので覚えてないですけどね。まあ1週間もすれば大体慣れるんじゃないかなと思いますけど。でもなんかちょっと前まで買い替えようと思ってたんですけど、なんかやっぱ買い替えなくていいかなって最近思ってます。携帯迫力ある音響と照明楽しめれば会場に行った甲斐がある。まあ確かにそうだよね。配信だともうちっちゃなが、まあパソコンで見る人とかもいるかもしれないけど、画面の中で起きてることを見るしかできないから、やっぱ会場と配信って全然違いますよね。まあ今回のコンサートはね、ちょっと配信はなかったんですけど、そう。てつな前回は2021年7月28日。それさ、去年の生誕祭ぐらいってその辺じゃない？こんばんは。去年の生誕の次か。すご。何？情報、ファンの方の情報、少すぎー。何そんな覚えてんの？天才じゃん。そうか、最後が生誕祭だったら、前回の生誕祭ぶりのてつなですって話したけど、別にそうじゃないのか。むずいな。むずいな。個人的に制服の羽見たかった。あ、やりましたよね、制服の羽。昼？違う、1日目か2日目どっちだっけ。制服の羽1日目かな。キューティーでやったような気がする。そう、アドレナリンの次だったからキューティーだやな、やったの。サイリン用のスケジュール帳に書いてるからすぐ分かる。マジ？私専用のスケジュール帳作ってくれてんの？イエーイ、嬉しい。埋められるように頑張るね。私専用のスケジュール帳が埋められるように頑張るね。私もこんばんは。アモナジャックバット久しぶりに見た。アモナジャックバットね、でも結構私ちょこちょこやってるんですよ。エイトのでかいコンサートでアモナジャックバッタ要員になりがち。でも次はね、2月の5、6にコンサートがあって、現チームカップリングリクアワー新チームの3公演ありますから、まあ1公演どれぐらい出るかちょっと定かではないんですけど、ぜひ来ていただけると嬉しいです。こんばんは。どうだろうな。でもまだどれもセトリがちょっと決まってないというか、決まってたとしてもメンバーにはまだ展開されてないので何とも言えないんですけど、なんか見せ場が1公演1個ぐらいはあればいいなと思ってまーす。今夜グロリは誰に抱かれる聞けたのめちゃくちゃいた。めっちゃいいよね。さえもあの曲めっちゃ好きでさ、やっててすごい楽しかった。しかも結構いいポジだったんですよ。そう、結構いいポジションで歌わせていただいて、ハマちゃんとモモちゃんと歌終わりで、モヒ、違う、なんだっけ、微笑みながら瞳伏せたのは青い思いに気づいたのだろうかのところ、めっちゃ楽しかった。こんばんは。キャロンさんお疲れ10個ありがとうございます。キャラさんありがとう10個ありがとう。こちらこそありがとう。でもなんか昨日は1曲目オーバーチャの後の1曲目に梅坊のイマジンさんが全部作ってくださったネモハモルームアコースティックバージョンがあったんですよ。それに私は出させていただきまして、なんとそうメンバーに選んでいただきまして、あんなにメンバーいる中で嬉しかったです。久しぶりにイマジンさんとご一緒できて楽しかったですね。まあ、欲を言えばアコースティックバージョン歌いたかったなと思ったんですけど、まあでもダンス面っていうかダンス要員でも出れて嬉しかったです。そう、また歌を任せてもらえるメンバーになれるといいなと思いつつ、昨日はメンズ役でしたね。衣装がまあスカートだったんであれなんですけど、本当はね男の人って役なんですよ。ひーちゃんがもうマドンナで、ひーちゃんの過去の姿がハマちゃん、違う、昨日はマリアちゃんか、そうマリアちゃんで、そうでマリアちゃんだった頃は見向きもしなかったのに、ひーちゃんになって、久しぶりに会ったらひーちゃんになってて、もうアタックするのはひだちゃんで、でそのマドンナ的なひーちゃんにアタックして振られる役が残り6人。しげさんこんばんは。こんばんは。私、ミスターなるちゃん、なぎちゃん、ゆうなちゃん、りんりんかな昨日は。こんばんはという感じで結構盛りだくさんで、それでね歌はおだえりでした。そう、こんばんは。なんかイマジンさんが振り付けてくださった曲ってなんだろう、もちろん難しいんですけど覚えるのは、でも踊ってこう覚えちゃうとめちゃくちゃ楽しいんですよね、踊りが。なんかめちゃくちゃいいなと思う、踊っててすごい楽しい。すごい貴重な経験をまたさせていただきまして、夢坊さんがこうエイトのコンサートでこういうなんだろう作品を1個作るって時に毎回こう参加させていただけてるのが非常に嬉しかったですね。でもなんか1日目の方がなんかズボンでちゃんとスーツ着てて、なんかメンズ感あっていいなと思った。あれ着たかったなと思いました。スーツ着たかったなと思いましたね。昨日はなんか女子校でモテる男子みたいな感じでしたね。あ、違う、男の子っぽい女の子みたいな感じだった昨日は。こんばんは。横内先生とリサさんとジョンマイの2期の役者さんと1期の役者さんもね、なんか来てたみたいな噂を聞いてるけど、なんか誰が来てたのかちょっと詳しくは分かんないんですけど、なんか何人か来てくださってたみたいで、キュートの方かな、でも来てくださってたのは。すごい嬉しかったです。そう、横内先生もご連絡くださって見た後に、そうなんか横内先生私のなんか足をめっちゃ褒めてくださるんですよ。君はスタイルがいいからみたいな、すごい褒めてくださいましたね。やはり大きな会場でも映えるねって言ってくださって嬉しかったです。なんかリサさんもすごい楽しんでいただいてくださってたみたいで、非常に良かったです。こんばんは。今の髪型すごい見つけやすかった。まあここまで短い人いないからね、ちょっとね見つけられるよねちょっと今もうちょい伸ばしたいですけどね、ちょっと今短すぎて可愛いショーが似合わないんで、ちょっともうちょい伸ばしたいなと思ってるんですけど、でも短いのありだなと思ってる。アイドルとしてはもうちょい長くいたいなと思うけど、アイドルとしてはっていうか AKB のメンバーとしてはもうちょっと長くいたいなと思うけど、普通に一人間として今生活してたらこの長さで生活してただろうなって思う。可愛い服とか着なくて着る機会がないんだったらこの髪型で生きていきたいなって思う。そう、分かんない、みんなはどう思ってるか分かんないけど、もっと髪長くて可愛い可愛いしてる方がいいよっていう人もいるかもしれないし、こんな髪型してても可愛さは隠れてないよって言ってくれる人もいるしね嬉しい。そんなものでちょっと短いんですけど、今日の30分ぐらいで終わりにしてよろしいですかね。もう眠くてさ、そう、ちょっとまた2回配信とかしたいけど、じゃあ今日はさ、朝から前撮り、違う、後撮り、振り袖の後撮り、成人式の後撮り今日してたんですよ。そうだから昨日寝たの4時なんですけど昨日寝たの4時なんですけど、今日起きたのいつ、8時半とかだから、まあ眠いよね。そう、ちょい眠です。なのでちょっと、まあ、早めに終わりにさせていただいて、またね、2月のコンサートのレッスン始まるとうわーってなるかもしれないんだけど、まあエイトのコンサートほど多分出る曲はあんまり多くないと思うんで、覚える曲もそこまで多くないと思うので、そのエイトコンよりは余裕を持って生きていけるかなと思うので、ショールームもうちょっとできるかなと思うんですけど、まあまた明日はね2回配信ぐらいしてちょっと長めになってきたらいいなと思うので、そう思ってます。片山健貴さんおめでとう10個ありがとうございます。まあでもコンサートやっぱめっちゃ好きで最高に楽しいので、また2月にすぐあるっていうのは嬉しいですね。皆さんもぜひお楽しみに、めっちゃ楽しみです。じゃあまあ3コンサートあるんですけど、自分がどのコンサートでどれくらい出るか全くまだ決まってないんですけど、セットリストが決まってないんで分かんないんですけど、いっぱい出られるといいなと思っています。ではランキング見ますね。すいませんもう短くて本当に。13位とめさんありがとうございます。12位さとちゃんありがとうございます。11位ななたさんありがとうございます。10位黒ぎつねさんありがとうございます。9位はさっぴさんありがとうございます。8位ばいことさんありがとうございます。7位たたやまけんけいさんありがとうございます。6位ともちさんありがとうございます。5位やすさんありがとうございます。4位マンダリンさんありがとうございます。3位ひらりんさんありがとうございます。2位けんけいさんありがとうございます。そして1位はキョロンさんありがとうございます。今日のメイク可愛かったよ、ありがとう。2ヶ月半で4キロ弱痩せた。おーすごい優秀。舞台のチケット申し込んでありがとうございます。そう舞台のチケットの申し込みも皆さん始まってます。ぜひ2番目でもいいのっていう舞台、ハマちゃんとカレンちゃんとちおりさんと出ます。みんなお願いします。あ、握手会じゃないや、お話し会の再販も始まってます。みんな昨日のコンサートを見てちょっと気になるなって思った方、ぜひぜひ買ってください。もっと増やしたいなって思った方も買ってくださいでは皆さん本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。閉じれない。バイバイ。